横芝駅付近を上空から東北東方向に写した写真。中央を左から右に栗山川が流れる。写真上側では住宅地や水田が海岸線に平行に並ぶ様子が見て取れる。クリップ、九十九里平野と房総半島周辺の地形九十九里平野は房総半島北東部九十九里浜の背後に広がる平野である。 朝日市、創作市、三部郡横芝光町、三部市、東金市、九十九里町、大網白里市、茂原市、長生郡白子町、長生村、長南町、六沢町、一宮町の六四六町一村にまたがり、面積は約九百平方キロメートルで、千葉県の20%を占める。九十九里平野は南北に約六十キロメートル、東西に、 1> 約1 0トルにわたる海岸平野で、九十九里浜の海岸線に沿って南西から北東に細長く伸びる、湖城に曲がった細長い長方形をしている。北東端は朝日市の大阪部岬付近から南端は泉市の台東崎付近で、北側は下宇佐大地、西側は房総丘陵に接する。標高は最高点でも1 0ル以下で海岸線と、 平行していくつかの旧砂丘列が見られる。現在平野となっている部分は、縄文海進の後に陸地が海側に拡大し、作られたものであり、中世以前には玉の裏と呼ばれていた海であった。そのため、現在でも平野に散在する地表にわずかに含まれる塩分濃度が内陸から海岸にかけて勾配を示すことが知られ、地表面には当時の堆積物の痕跡が見られる。 現在は海岸の交代は止まり、むしろ砂浜の減少すら見られる。この原因は、堆積土砂の供給源である利根川の河川回収の結果、流下する土砂が減少したことと、海食がけの屏部が浦や大東先での人間による侵食防止策の影響である。日本の太平洋側に位置する地域の代表例であり、気温は南部の海沿いであるため温暖で比較さ。 年角差が小さい。欠片の気候区分とは、独立した日本独自の気候区分では太平洋岸式気候である。ヒートアイランドの影響も受けておらず、冬暖かく、夏、涼しい、過ごしやすい気候となっている。そのため、秘書地及び、避寒地として訪れる観光客も多い。喝采埋蔵量が3750億。 立方メートルにも達する日本最大の水溶性天然ガス田である南関東ガス田の中にあり天然ガスを産出する。また、水溶性天然ガスは岩石層中の乾水と呼ばれる地層水にガスが溶けた状態で存在しているものであるが南関東ガス田の乾水には海水の約2000倍の要素が含まれ天然ガスと同時に要素も産出されている。 なお、南関東ガス電は、南関東に広く分布しているものであり、1970年代までは、東京湾岸でも、天然ガスを採掘していた。しかし地盤沈下を招き、その影響が深刻なため、東京湾岸では採掘業者から航空券を買い取り、採掘を停止している。九十九里平野でも、地盤沈下の影響は避けられないが、自治体と採掘業者による協定の下で、 採掘事業を行っている。市町村へで都市ガスの供給を行っている自治体も多い。ガス層までの深度が低いところでは、しばしば地面の割れ目から自然に噴出し、何らかの要因で引火することがある。2004年に起こった九十九里和紙博物館の爆発事故は、自然輸出したガスに引火したことが原因と見られている。天然ガスに必すべきではないが、 鉱物資源として、今一つ砂鉄がある。九十九里平野は、海底が隆起したことに加え、犬棒崎方面からの砂スの形成によって、陸地となったものであり、比重の小さい砂は潮流に運ばれ、南部まで達するが、含まれている砂鉄は、比重が大きいので北に残る。飯岡付近の砂には高濃度で砂鉄が含まれており、過去においてはこれを採掘していた。 1964年には19万8000トンの採掘が行われ、東方化学工業千葉工場に供給された。九十九里平野の中央に位置する栗、里、山川中流域には、縄文時代のラグーンが古生群として残る地域があり栗山川湿地と呼ばれる。ここは、絶滅が危惧される貴重な湿地植物の生育地域であるが、 明治以降の開発により急速にその面積を減らしている。三武市と東金市の境界の作田川中流域にある、鳴門、東金食中植物群落は、絶滅が危惧されている、食中植物などの湿地植物の群落地帯として、天然記念物に指定されている。九十九里平野の南端に近い茂原市から、朝鮮村にかけての地域に、 植物学者の牧野富太郎博士が、まさに植物の宝庫であると絶賛した茂原、八石出現が、かつて存在していた。南部では、江戸時代初期にはおじゃが池、その後同帝湖、さらに昭和初期には、小中池が設けられるなど、用水不足を補うための諸作が取られたが、抜本的な作とはなり得なかった。その後、大棟用水、溶創用水、 大走動水路のような用水事業が行われた。また、九十九里平野の北端に接する形で、飯岡漁港があり、栗山川川口には、栗山川漁港が、田川河口には、片海漁港がある。九十九里平野の特徴的な集落の形態として、那屋集落が挙げられる。海岸線に平行に、集落、工作地、集落、工作地、集落のように、 集落と工作地が帯状に列をなすものである。海岸近くで農業の傍ら漁業を営んでいた集落があり、海岸線が交代していくなどの理由から浜辺に漁具等を保管する納屋を建て通っていたものが、やがて定住するようになり浜辺に納屋集落が形成され、集落と集落の間の定地を工作地として利用するということを繰り返し成立した集落の形態であり、 元の集落と浜辺の集落は主従関係にあるのが普通である。このため、平成の大合併以前は、横芝町、鳴門町、大網白里町のように細長い町域を持つ自治体が多かった。水に恵まれ農業が盛んであった、北東側などでは古墳時代以前の那野集落である小村、奈良平安期の那野集落の丘集落、鎌倉時代以降の浜集落の順に、 形成されているが、奇襲漁民の入植があった南部の地域は若干要素を意にする。この地域では、江戸時代地引網漁が盛んであった頃、岩シの放漁期に多くの漁民が移住し、浜辺の奈良集落の人口が増加する。その後、不漁期になると人口が過剰になるので、これらの漁民が背後の未婚地を開発して、新田集落を形成し農民化した。 水の恵みに乏しかった土地で、神殿開発をするので水不足が進むという問題は、あるが、1年間に2メートル強の割合で、海岸線が交代していくことによって成り立った、集落の形態であることには、変わりはない。高度は、最内陸部でも9から10メートル、海岸砂浜で3から6メートルという低さであり、平均斜度は、極めて緩やかである。しかし微妙に、 高低差があり、海岸線に並行する通常の砂帯と砂体間の低湿地とが交互に存在し、低湿地には海や床が故障群として残されていた。このため、低湿地は容易に水田とすることが可能であり、奈良時代、藤原黒マロの開発したモハラ層は、現在の茂原市の始まりと言われ、平安時代には平高持が市営殿の開発を進めるなど、古くから、 神殿開発が行われていた。栗山川、椿の海水系の水に恵まれた中央部から北東側と房総大地との境界が分水海となり大きな川のない南部の地域とでは程度の差があり、また紀州片浦の漁民によって開かれた九十九里町のような例外もあり、時代によっても異なるが、主たる産業は農業であり平坦なことから水田が多く、 稲作が主体であった。鎌倉時代以降も砂大地間の停止地の古将軍を狭める形で神殿が開発されてきた。だが、この古将軍が下流の村にとっての水源でもあったことから、開発が進めば進むほど、下流の村は水が足りなくなってしまうという事態となっていた。そして、近世に入り徳川家康が江戸に入府すると、膨張する江戸の町の食料事情もあって、 神殿開発はさらに盛んになり、椿の海の干拓に見られるような大規模な神殿開発も行われた。また、江戸時代には水に恵まれず、未婚地が残されていた南部を中心に、奇襲漁民の入植も盛んになり、九十九里浜といえば、地引き網による岩資料のように言われ、活況を呈した。明治維新後機械アグリアミが登場すると、遠浅な砂浜海岸であり、 良好に恵まれず漁船の大型化への対応が難しかった九十九里浜の漁業の衰退は著しく漁業から農業への転換が進められた。特に水に恵まれず農業に適さなかったことから漁業によって発展した南部の地域が農業への転換を余儀なくされたことは深刻であった。江戸時代の初めに椿の海の干拓が行われた北東部や大正時代から 三部軍東部連合高地整理組合の揚水事業が行われていた中央部とでは、それぞれ事情は異なるものの、南部の地域に限らず、九十九里平野の農業用水不足は深刻化していった。また、北側の殿川岸一帯では、当選事業や中城包み派遣の影響から水害が頻発していた。加えて、戦時の食料不足の折、 食料増産の必要性も大きく、大舟用水と両層用水の2つの用水事業が計画され、1935年及び1943年に着工した。戦争の激化に伴う一時中断を経て、二用水は終戦後の1950年と1965年にそれぞれ竣工し、ようやく九十九里平野に安定した。 農業用水が供給されるようになった。しかし、その頃はすでに日本人の食事の往復化が進行しており米離れに白車がかかっていた。このため1970年以降は減誕政策といわれる生産調整政策が取られ、転作が奨励された。一貫して米の増産を進めてきた九十九里平野の水田稲作に特化した農業は、 他の作物への添削は容易ではなかったが、都心に近いということもあって、生鮮野菜の栽培などのほか、観光産業への転換も図られた。交通の便の良いところは都市化が進んでいる。その他、天然ガスが豊富なことから、茂原市周辺では、高工業も盛んである。日本では一般に、山や谷など、交通の障害になる地形が多く、 その地形に配慮したルートが取られるが、平坦地の続く99里平野では、そのような障害はなく、ルートは海岸線に平行、または垂直になる。主要地方道の千葉県道30号、飯岡、一宮線を除き複数の路線となるが、合計はおおむね6 0トルである。総武本線、東金線、外房線鉄道路線と重なり合って、国道126号、 128号が、北から、南までを結んでいる。なお、平野内ではなく背後の台地に位置するが、県王道の茂原町南インターチェンジから、松尾横芝インターチェンジと、銚子連絡道路の横芝光インターチェンジまでの、区間も、国道128号、126号のバイパスとして、九十九里平野の交通に寄与している。千葉県道30号、飯岡一宮線が。 浜集落を北から南に結んでいる。この内片海から一宮までは、有料道路の波乗り道路が並行している。また、千葉県道408号飯岡、九十九里自転車道線と千葉県道405号、九十九里一宮大原自転車道線も、並行している。千葉県道122号飯岡片海線と、千葉県道123号一宮片海線が、 飯岡から一宮のまでの間の丘集落を結んでいる。鉄道や国道沿いの商業中心地と、海岸の千葉県道30号、飯岡一宮の線の間の路線で、距離は多くとも10キロメートル程度であるが、主従関係にある小村、丘集落、浜集落を結ぶルートとして発達している。横芝光町から北東側は千葉交通、三部市付近は千葉フラーバス。 東金市付近は、九十九里鉄道、大網白里市以南は、小港鉄道の路線バスがある。海岸に垂直方向の結びつきが強いため、平行に北と南を結ぶような路線はない。朝日市、コミュニティバス、操作市内循環バス、横芝光町循環バス、三部式間バス、東金市内循環バス、大網白里市、コミュニティバス、茂原市民バス。 長南町巡回バス、長良町町民バス、六沢町巡回バスなどのコミュニティバスが、それぞれの自治体によって運営されているほか、空港シャトルバスが、成田国際空港方面とを結んでいる。ありがとうございます。